中国東方航空と上海航空の本社、名古屋市事務所が入居する名古屋伏見スクエアビル、中国東方航空は上海に拠点を置く中華人民共和国の航空会社である。1988年に分割解体された中国民用航空総局の上海管理局を引き継いで誕生した。中国における主要国内線及び国際線を運航し、 旧民工系航空会社の中でも大手アラインのうちの一社である。英文の表記を読んでチャイナイースタンとも呼ぶ。また中国語では略して東港と呼ばれる。1988年旧中国民用航空総局の上海管理局を引き継いで上海を拠点に設立される。年間の旅客量1億人を超える世界で7番目に大きい航空会社である。 香港、上海、ニューヨークの3都市の証券取引所に上場した中国の民間航空業界最初のエアラインとなる。2002年、旧民航空系の航空会社の集約政策により、中国西北航空、中国雲南航空、長城航空、武漢航空を併合し、中国東方航空古墳有限講師となる。お客様を大事にした献身的なサービスを、 信条としている。創立当初は MD-11F を使って貨物輸送も行っていたが、1998年に中国遠洋運輸集団との共同出資により中国カウ運航空を設立し、2006年8月8日運航分からの貨物便はすべて引き継がれた。シンガポール航空とシンガポール政府系投資会社、 テマセクホールディングスが2007年11月に 24%9 億1800万ベイドル出資するという案が出されており、コードシェアなどの業務提携も視野に入れていたが、2008年1月8日の臨時株主総会において外資による出資を嫌気した株主の中国航空集団により出資案が否決された。2008年11月5日から、 ノースウェスト航空とマイレージプログラムで提携を開始している。中国東方航空に登場したマイルをノースウェスト航空のワールドパークスに加算できた。デルタ航空とノースウェスト航空の経営統合後もデルタ航空とは提携が行われており、中国東方航空と子会社の上海航空、デルタ航空の3社でアメリカ国内線30路線と 中国国内線43路線、太平洋横断路線7路線で共同運行を実施したり、デルタ航空の上海、歩東国際空港の利用ターミナルを中国東方航空と上海航空が利用する第1ターミナルに2015年4月13日から移転しスムーズな乗り継ぎを実現させた。その後二千十五年七月十二日に中国東方航空とデルタ航空は、 香港証券取引所で取引されている中国東方航空の香港 H 株を4億5、0倍ドル分購入する条件付き出資契約に同意し、同年9月に出資した。2009年6月、同じ上海を拠点とする上海航空と経営統合をすると報道され、2010年2月8日、上海航空を買収、完全公会社化したと発表した。 2010年4月16日に子会社の上海航空ともにスカイチーム加盟へ、調印2011年6月21日に正式加盟した。1988年の中国民港からの移管以前から日本路線に就航している。中華人民共和国の航空会社では初めて日本人客室乗務員を日本路線に乗務させ、また、 上海保東国際空港には日本人の地上スタッフも配置している。日本航空とは地上業務の住宅や総代理店契約等の営業面での協力が以前よりあったが2002年9月1日よりそれぞれの日中路線の一部においてコードシェアを開始した。その後順次コードシェアを行う路線を拡大していき2011年11月8日には 対象路線が両会社の日中間の全路線と両社の一部国内線にまで拡大した。2008年2月1日からマイレージプログラムで提携を開始しており、中国東方航空に登場したマイルの JAL、マイレージバンクへの加算、JMB マイルによる MU 便の特典航空券の発行ができるようになった。ただし、日本中国間の便については、 マイル積算の対象外であったが、2011年6月1日、登場分からは、マイル積算対象となる。2018年8月2日に、JAL と共同事業実施に向けた覚書を締結したと、発表した。JV の対象路線は、日中路線と JAL の日本国内線、中国東方の中国国内線の一部で、JV 開始後の両者のネットワークは、 日本国内50都市以上、中国国内80都市以上になる。JAL は、ワンワールド、中国東方航空は、スカイチームと異なるアライアンスに加盟していながら、JV を行うのは、特徴的である。同年10月5日に2019年度中の JV 開始を目指し国土交通省に、独占禁止法の適用除外の申請を行った。適用除外後 JV が開始されれば、 運航路線の新設や整理、ダイヤの調整、マイレージプログラムのサービス拡大などが可能になる。2019年8月現在、中国東方航空の機材年齢は5.7年で、ある。なお、同社が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号は 9P で、航空機の形式名は737から 39P、737から 79P、 737から 89P、777から 39PER などと表記される。中国東方航空において、かつて運航されていたが、現在は退役して存在しない機材は次の通り。同社のマイレージサービス、東方版利業では、スカイチーム加盟航空会社のほかに、いかとも提携している。ありがとうございます。